こんにちは、こんばんは、おはようございます。なつきです。アンナです。はい、ということで今はですね、楽屋前じゃない、ライブ前の楽屋なんですけど、うん、あのアンナがちょっと謎のお菓子持ってきて、鬼増し唐辛子っていうなんか辛いのを買ってきて、ぜひ食べてほしいということで急遽カメラを回してます。はい、はい、あれやろ、これ食べて悶絶してる私を見て笑いたいだけやろ。そうです、そうです。性格悪くない、めっちゃ。いや、これ私だけじゃないからけど確かにね、ツイッターでそのやり取り、あのアンナがこれ姉に食べさせたいわって言ったので、私が嫌やって言ったらなんか YouTube にしろっていう意見もあり、じゃあもうしゃあない YouTube にしよっかっていうことで、ちょっとライブ前でちょっとドスピンなんですけど、あのカメラ急遽回してますということで、ちょっと真っ赤です。あのもう匂いがすっごいあの唐辛子の匂い、ちょっとほんまに鼻の奥痛い感じ。じゃあこの一番でかいやつを食べていただきましょう。いや、それは嫌。はい、それは嫌。ちっちゃいやつにして。じゃあこれで見て、赤いやろ結構。はい、じゃあなっちゃんが食べるまで3、2、1、やったー。なん、思いっきりあかんって、そんなんやったらあかんよ。だって匂いでもう辛いねんもん。いけ、一発。はい、ローソンで、私もその辛いの好きやから軽い気持ちで買ったら、その後10分ぐらいかな、辛さ取れなかったですはい、なんで幼なじみ、なんでベロが痛くて歌えないですまだ時間あるんで大丈夫です。はい、じゃあ閉めましょうご視聴ありがとうございました。辛そうやなって思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。で、興味がある方はぜひ食べてみてください、はい、で、食べた感想をコメント欄でお願いします。お願いします。はい、ということでバイバーイ